おはようございます。今日もいいお天気です。何度ぐらいかな、マイナス20度ぐらいかな。空気が乾燥してね、顔がパキパキ。わー、いいお天気。ぐるーっと回してじゃーん。あんまり顔出しは恥ずかしいな。さあ、鈴木行こうか、散歩。スズメが鳴いてます。ここはね、阿寒湖から車で30分ぐらい、津別町相生過疎地だけどね、何にもないけど綺麗です。あ、なんかここはね、牧草地なんだけど、なんか足跡がいっぱい。これ江戸鹿かな。江戸鹿、なんだろう、何の足跡かな。狐でないことは確か。エゾシカ、タヌキ、エラいっぱい来てるね。会ってみたいけど。いや、樹氷がキラキラ。ちょっと GoPro では撮りにくいけど、キラキラ。走れ。今日いつものコース行ってみます。何に寄ってんの。やっぱり鹿とか、エゾ鹿とか、キツネとかタヌキが夜中にうろうろしてるから、その匂いがね、すっごく気になるみたいで、たまに糞が落ちてると、なぜか自分の体にその糞をつけるという。何なんだろうね、変な癖のある犬です。寒いからちょっと、この GoPro ってね、時間が経つとね、液晶がね、真っ黒になるんですよね。それでも動いてるんだけど、なんかまだ設定の仕方がよくわからなくて、ほんとずっと液晶が映っててほしいけど。いやー、綺麗。ちょっとね、見えにくいけど、目あかんだけど、すっきり見えてます。いいね。ここはオホーツクの山間部。オホーツク館内の、なんていうのかな、端っこギリギリオホーツク、一応オホーツク。海はないけど、山ばっかり、山に囲まれてる盆地みたいだね。あ、また液晶切れた。寒い。もうね、寒さが痛い。でも日がね、太陽の光が暖かいです。あ、綺麗な。毎日見ててもね、飽きない。ほとんど毎日同じとこ写真撮ってる。もうね、ここに来て8年、大阪から移住してきました。もともと主人はこちらの人なんで、まあいろいろ事情がありまして、私がここに来ました。綺麗ね。8年間ね、ずっとここに住んでます。津別町相生っていうところ。綺麗。近くに道の駅があって、熊焼きっていうおやきのお菓子が有名なんですよね。それから手作り豆腐も美味しいし、また
道の駅も動画を撮りに行こうかな。わあ、綺麗ね。ちょっと反対側行きます。いつものコース。あずき、おっとおっとおっと、行くよ行くよ、走れ走れ。さつきはね、もうすぐ5月で7歳かな。もうシニア犬に突入。黒芝とビーグルのミックスらしいんですけど、証拠はないです勝手に主がそういうふうに思ってます。多分まあ間違いはないと思うんですけどね。性格はね、どっちかって柴犬の性格かな。頑固なとこがあるし、でも人懐っこいとこもあるのですよね。そこはビーグルなのかな。あんまりビーグルはよく知らないんですけど、いや、ビーグルってあんまり自分的には今まで好きな犬種じゃなかったんですけどねなんかはイメージがよろしくない。大阪に住んでた時、同じマンションにビーグルが2匹いてて、よく吠えられてたのであまり好きじゃなかったんですけど、なぜか半分ビーグルなんですまあ飼えば可愛いです。あ、ここね。わあ、もうこれ川なんですけど、愚か間走り川だったかな。凍ってその上に雪が積もって、で、なんか足跡があるね。キキン岳っていうところから流れてきてるのかな、多分ね。ぐるっと回って反対側、よいしょよいしょ、綺麗な水です。雪解けになった頃によく釣りする人が来てますね。なんかいろいろ釣り、魚が泳いでるそうで、たまにカモなんかが泳いでたりします。んで、カモとか、あと何を見たかな、一回詐欺がいましたね。詐欺って大阪にも結構いるんですけどね、北海道にもいるんですよね。で、一回タンチョウズルをここの牧草地で見たことがあります。一回だけパーッと一瞬飛んだとこしか動画撮れなかったんですけどね。で、何回か白鳥が来る頃に白鳥の鳴き声だけが聞こえたことがありましたね。どこで鳴いてんのかなと思って分からなかったけど、寒いけど綺麗。ぐるー、では帰ります。さつき帰るよ。このGoProでとってもね、便利で、散歩に行くときに持っていくにはぴったり。今までね、オリンパスの一眼レフをブラブラ首からぶら下げてたんだけど、結構しんどい。でもやっぱり一眼の良さがあるんで、たまには使うかなと思いますね。野鳥を撮るときとかね、エゾリスを撮るときはやっぱり一眼でやるかな、望遠つけて。そういうのを楽しみながら生活しています。仕事はね、たまにクラウドワークスで動画を作成する仕事をしています。去年は結構いっぱいしましたね。で、今年はまだね、
どうしようかなと思うんですけどね。結局ね、人の動画を作るよりも自分の動画頑張った方がいいのかなとも思ったりしながら、昨日、去年はやってたんですけどね。でもまだね、そんな収益化なんてまず無理っぽいんで、またクラウドワークスでいろいろ仕事を探そうかなと思ってます。結構動画作るのは楽しいですね。人の動画でも自分の動画でもいろいろ勉強になるし、ちょっとフォトショップもいろいろ頑張らないといけないし、でまず自分のね動画はね、サムネイルが下手くそすぎるなんかあんまりセンスがないんで、そういうのもねちょっと今年はね勉強しながら、ちょっとクラウドワークスの内職をしながらやっていこうかな。それでは家に戻ります。なんかいた？なんかいた？なんかいましたか？みーちゃん爪立てないの。カキカキカキ。もうね、このめいちゃんはね、お外で生まれた野良猫ちゃんなんですけど、うちに来たのがだいたい3ヶ月ぐらいの赤ちゃんだったかな。今ではゴンタクレ娘です。のめいちゃん、めいちゃん、めいちゃん、めい、どこ行くの？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 何するの？何するの？何するの？ん？何するの？何するの？どこ行くの？家の中で野良猫をします。家の中で野良猫ね、いいねんね。めいちゃん返事してよ。たまにお返事してくれるんですけどね、機嫌がいい時は戦闘モードですか？どこ、ど、何したいの？何したいの？めいちゃん、めいちゃん、ズリズリズリ。めいちゃん、めいちゃん。残念、今日はおしゃべりしてくれません。お返事してくれるときにね、ちょうど動画撮れたらいいんだけどな、なかなかタイミングが合わないもん。さて、家の掃除します。